一方こちらは二本松市で見ごろを迎えているサルスベリです。およそ1万株あるサルスベリ、実は74歳の男性が一人で手入れしているんです。二本松市にある東和サルスベリ園、広さ3ヘクタールの園内では赤や桃色、白など色鮮やかなサルスベリが満開を迎え、斜面を覆い尽くしています。中国南部を原産とするサルスベリ、樹皮がツルツルしていて木登りが得意なサルも滑ってしまいそうなことからこの名が付けられました。見た目ももちろん素敵なサルスベリなんですが、いい香りがします。およそ40年かけてこのサルスベリ園を作り上げたのが大月博一さん74歳。1万株ほどのサルスベリを一人で手入れしています。大きくなってみんなに見てもらうのに維持管理が大変ですね。維持管理、草刈りとか剪定とか、それが一番大変です。それでも綺麗な花を楽しんでもらうための手入れが元気の源です。疲れでもあれだ、暑くてもやっぱりこういうふうな手入れするのが好きなんだね、これね。今日も多くの観光客の姿が見られました。今日どちらからいらっしゃいましたか？いわきです。すごい他の数でびっくりしましたね。いやー綺麗だねなんて、もう道車に乗ってくる時からもううわーすごいすごいなんて。東和サルスベリ園のサルスベリは今月いっぱい楽しめるということです。